おはようございます。カプリで、ごめんなさい。カプリです。今日は6時に起きて、6時半に病院に行って名前を書いてきました。1番でした。それだけが楽しみ。よし。でも今日多ければいいんですけどね。少ないとがっかりするんですよね。ああ、朝起きて、早く起きたのに少ないよって思うんですよね。多かったら、コメントいただいてましたね。みゆさん、前に登場したつくねちゃん、かわいいですね。ありがとうございます。それと、カットキャットさんは、インコってめっちゃ人に懐くんですね。犬みたい。犬懐きますよ。ちゃんとね、定期的にこう外に出して遊んでやればね、懐きますよ。すごく懐く。でね、小桜インコはラブバードって言って相手を探すんですよ。特定の人をね。くじゃくじゃだね。何もしてないだよね。特定の人、特定のもの、ものっていうか、相手を探すんですよ。でもその子は私がもう相手になってるから、私以外、すごく攻撃するんですよ。走っていって攻撃するんですよね。かわいいです。ミミさん、つくねちゃんかわいい、小桜インコは特に性別、判断が難しいです。そうですね。動画見てるとつくねちゃん、カプリさんのこと大好きなんですね。とてもよく慣れてます。私の石星ちゃんはキスしてくれます。インコの匂い、甘いバニラの匂いや香ばしいナッツの匂いがします。インコ臭と言いますが、それがたまりません。すごいいい匂いでうっとりします。小桜ちゃんも同じ匂いがしますか？石星インコほど匂いはしません。でも私もね、好きなんですよ。もうね、つくねちゃんの匂い、石星インコほど匂いはしないんですけど、もうね、お尻のところにも顔をうずめたいぐらい匂いが好きなんです。本当にもう匂いいいですよね。もう本当にうっとりします。もうあーうーんって、なんかあーつくねちゃんの匂いって思ってね、なんかすぐ一人ごと言ってしまうんですよ。あーつくねちゃんの匂いだ、バカみたいでしょ。本当なんですよ。で、ハニーさん、ちゃん可愛いですね。インコも可愛い。インコちゃんと飼い主さんが、インコちゃんと飼い主さんが分かるみたいに仲良し、ツーショットにほんわかしました。今日はイルミネーション見に行ってきます。でも寒いのでカプリさんも体が崩さないようにしてください。ありがとうございます。イルミネーションはどうでしたか？綺麗でしたか？そうですね、もうイルミネーションも出てますよね。うちからね、1時間ぐらいのところにね、車で1時間ぐらいのところにすごいいい家があるんですよ。そこはね、毎年12月ぐらいからが家にものすごい飾りを飾っているイルミネーションでね、で1月ぐらいまでやってるんですけど、もうすごいんですよ。そして人もね、そこに見に来るので、でそこが喫茶店になってるんですよね、裏側がね。で行くとコーヒーとかしてるんですよ。で
屋台も出てたりするんですよね。すごいでしょ。普通の一般の家なんですよ。イルミネーションか。美和さん、カプリさん、こんばんは。甘いもの無性に食べたくなりますよね。ファミマの俺シリーズの俺のティラミス美味しかったですよ。そちらもあるといいですね。今日は肩こりがひどくて洗濯しただけでぼーっとしてました。俺シリーズね、あれなんだろうね、俺シリーズね、なんで俺シリーズにしたんだろうね。多分私もね、なんか食べたんだよ俺シリーズで。ティラミスだったかな、なんか面白くてね、多分レビューもしてるはずなんですけどね、忘れちゃったもん、ちょっと前だったんで。肩こりがひどいと頭も痛くないですかね。頭も痛くなりますよね、肩こりがひどいとね。私は肩はそんなに凝らないかな。たまに凝る時がある、急に凝る時があるんですよ。って急に肩がこう肩こりになる時があるんですよね。なんかで息を吸った時とか、そう、甘いものが無性に食べたくなるんですよ今さ。今がそうなんですよ。なんか食べてきたいんですよね。太っちゃうって分かってるんですけど、甘いものがなんかね、家にないと落ち着かないんですよね。本当にね、だからいつも買ってるんですけどね。セキセイインコちゃんの匂いが止まりませんよね。本当にもううずめたいぐらいこう鼻をーんって、もうそしてほらブルブルってする時があるじゃないですか。ブルブルの瞬間、その 毛がこう逆立つでしょ、ブルって。もうその時にグーって鼻になんかこううずめたいぐらいの感じなんですよね。たまんない、もうたまんないです。文鳥はね、匂いはしないんですよ。無臭なんですよね。うちの娘が来ていつも文鳥を出してこうってやってるんですけど、無臭だって言うんですよ。だからうちの娘も好きなんですよね、鳥の匂いがね。つくねちゃんには触れないので、つくねちゃんは見たままです。今からタオルケットを外して餌の入れ替えをします。今日病院です。行きますね。また注射を打ってきます。じゃあまたレビューします。コメントありがとうございました。じゃあね。